にちは、はじめまして、笹子と申します。今回が初めての動画投稿になります。このチャンネルでは集まれ動物の森の島づくりの様子を紹介していきます。島クリエイトやアイテムレイアウトのコツなどの分かりやすい解説を頑張ろうと思っているので、私の島の紹介だけじゃなく皆さんの参考になる動画になったらいいなと思ってます。見にくいところもあるかもしれないんですけど、温かい目で見ていただけると嬉しいです。まずは理想の島の地図をイラストで描いてみたので紹介します。これはプロクリエイトっていう iPad のお絵かきソフトを使って描いてます。今日からこの地図を参考に制作していくんですけど、今回はこの辺りリゾート風のブックカフェを作ろうと思います。現在の地図はこんな感じで初期状態のままです。じゃあ早速やっていきます。まずはブックカフェを作りたいあたりの崖、川をすべて写していきます。崖を崩すときは端っこから削ると半マスずつしか削れないので、こうやってしましま模様になるように1マスずつ開けて削っていきます。さあ削り終わったんですけど、一旦地図で確認しましょう。イラストと比べてもいい感じで範囲取れたと思います。じゃあこれから、カフェから見える灯台を設置していきます。まずは土台を作って、灯台を取りに変えて、じゃあ実際に置いてみます。OK、崖の大きさはこの後また調節しようと思います。余分な部分を削って、灯台が綺麗に見える位置にカフェを作りたいので、大体の当たりを取っていきます。当たりを取ったら実際に登って景色を確認していきます。まあいい感じなんでこの辺りにしようと思います。じゃあ辺りを基準に土台をどんどん作っていきます。というかここもともと崖やったし削らんでよかったやんか。さあ土台が出来上がったのでもう一回景色を確認します。いい感じですね。地図も確認してみましょう。イラストと比べてみても大体同じスケールでできたのかなと思うので、これで進めていきます。ではカフェスペース全面に床を敷いていくんですけど、今回は踏み木の道を使ってます。デザインは質感がなくなってしまうのが嫌であんまり使わないです。もったい広いスペースになりました。家具レイアウトするのが楽しみですね。ついでに周りの道や川も作っておきます。カフェ周りの詳しいレイアウトは次回の動画で紹介します。さあやっとカフェ空間のレイアウトに入っていくんですが、まずは崖周り全体に柵を立てていきます。今回は生垣とちょっとだけ丸太の柵も使おうと思います。イメージは7対3くらい、バランス見ながら先に生垣を配置して隙間に丸太の柵を立てます。よし、できた。じゃあブックカフェを作りたいので、まずメインの本棚を設置していきます。今回は DIY で作れる木製の本棚を2つ使っていきます。色はブラウンと、あともう一つはダークブラウン、この2色を使っていきます。この家具ってめっちゃ可愛いけど本を集めるのめっちゃ大変ですよね。まあ無難に一番奥の端に置いときます。ここに差し色のためにマイデザで楽風の何かを敷きます。ここに差し色が入ると全然華やかさが違います。
左右にはフリンジのような何かをつけておきます。本物のラグも外に敷けたらいいのにな。じゃあラグ風の何かの上にはダブルソファー、ランタンのローテーブル、レトロのステレオ。ちょっとステレオの色と本棚の色がぼやけてたので配置を変えます。ここにロッキングチェアと思ったけど白かったんでダークウッドに変えます。ここに座って灯台を眺められるわけですね。入り口付近に空間の仕切りになるイメージで木製チェストとフローランプを並べます。ちょっと編集早すぎて全然解説追いつかないんですけど、まあいろいろと小物を置いていきます。ちょっとここ照明が並んでて気持ち悪いので順番を変えます。と迷ったら植物を置いとけばなんとかなる。今回は次には青い鉢カバーのモンステラを置くことにします。迷ったら植物。あと地球儀を置きたいんですけどちょっとこれは良くないな。どうしても置きたかったのでシャアなしロッキングチェアの横に置きました。水色が差し色で可愛いですよね。あと絶対置きたいのがこのテーブルサッカー。この緑色が可愛いなと思っててよく使います。それから本棚に続く今回の2つ目のメインなんですけど、生のヤシの木をぶち生やしていきます。ヤシの木は砂の道を敷くことで普通の地面にも生やすことができます。一気にリゾート感が出て華やかになりました。ボックス製サイドテーブル。よし、木製サイドテーブルはグリーンにしておきます。茶色の家具ばっかりなので差し色になったんじゃないかなと思います。植物が多すぎてうるさいなと思ったのでマイクロライブラリーに変えようと思います。ちょっと生垣と色が似てるから変えます。今回はちょっと赤と迷ったんですけどナチュラルでいこうと思います。こっちの色の方がヤシの木の幹の色とバランス取れてますよね。モンステラが捨てきれないのでユッカと交換します。こっちの方がリゾートっぽい。ラタンのサイドテーブルの色違いがあったんで持ってきたんですけどめっちゃ迷う。ちょっと明るい色やとヤシの幹、ステレオ、ランプと色が点々としてちょっとうるさく感じたので暗い方にしときます。カメラを移動させてるんですけど後ろの生垣と色がぼやけるので丸太に変えていきます。また積まれた本も置いてほぼ完成かな。めっちゃかぶってるな。これは良くないわ。かわいい。ごめんな釣りの邪魔して。いかん調整しよう。思い切って一番後ろに生やそうかな。どうかな。うん、かぶらへん。いい感じ。ちょっと右にずらそう。どうや。
でいいんちゃう？ラグらしきものもちゃんと直しておいて、家具もちゃんと置き直して、あとね、木製チェストじゃなくてオリエンタルなチェストの方がいいかなと思って家に取り帰ったんですけど、合わないっすね。よし、もうええやろ。これで完成にしたいと思います。Thank you.